綺麗に整えられ、発掘図を伴った、恩苗図。中国厚生相続自治区南寧市中国哲学は、古典中国語による哲学。または、諸子百科、儒教、道教、中国仏教、中国文化といった、中国の伝統思想の総称また場合によっては、三民主義、マオイズム、真珠化といった、近現代中国語圏の思想や、 東アジア諸国の伝統思想を含むこともある。インド哲学、日本思想等とともに、東洋哲学を構成し、中国史学、中国文学、中国語学とともに、中国学を構成する。戦前の日本では、品哲学と呼称され、現代では、中国思想、中国哲学史、中国思想文化学などとも呼称される。中国哲学という分野概念は、 1900年前後の日本や中国の知識人が西洋哲学を摂取する中で生み出した概念である。中国の伝統思想の起源は諸子百科の時代として知られる春秋戦国時代にまで遡る。諸子百科は顕著な知的、文化的発展によって特徴づけられる。中国哲学の多くは戦国時代に始まったが、その構成要素は 数千年にわたって存在してきた。液経は古代の墨船の概要をまとめたもので少なくとも紀元前672年にまで紀元を遡るが、この書物にそういう構成要素を見出すことができる。戦国時代にこそ中国の大哲学派、つまり儒家、木家、硬花、そして銅花が農家、陰陽家、名家のような後に勢いを失う学派と共に生まれたのである。 新王朝が倒れた後に、儒学は中国で、支配的な学派となった。漢王朝以前、儒学の主要な論争相手は、放家と牧家だった。歴史的に存在する学派としての放家は思考帝の評判の悪い権威主義的な法律のために害して消えていったが、放家の思想、制度の多くは、侵害革命で訂正が終わるまで、中国哲学に影響を与え続けた。 国家は有名であるが最初に兄弟愛を強調したために新王朝が報じた方がと争い、後に漢王朝の時代に政治的正当性を獲得した儒家と争って支持を失っていった。陸朝時代には減学が起こり中国仏教が盛んになった。仏教は五漢王朝の時代にインドから中国へ入ってきた。東王朝の時代には 仏教がインドから中国に到来してから500年が経っていたが、中国仏教は中国独自の宗教哲学へと完全に姿を変えていた。中国仏教では禅宗が優位を占めた。新儒学が、そう、明の時代に大きな支持を集めたが、それは主に儒学と禅哲学とを融合させたことによる。儒教は中国の賢人、孔子の教えを集めたものである。 孔子は紀元前551年から紀元前479年まで生きた人である。彼の哲学の関心は倫理学と政治学にあり、個人及び政府の倫理、関係の正しさ、正義伝統の牧主、誠実さを重視した。論語は儀式の重要さだけでなく、人氏の重要性も強調している。人氏は大まかに訳すと人の心となる。 儒教は、法家と共に、世界で最初に生まれた、メリトクらしーつまり人の財産は家柄、財産、骨よりもむしろ教育と特性によって、決められるべきだという思想の原因である。儒教は、中国の文化、国家、さらに東南アジアの国々にも、大きな影響を与えたし、現在も与え続けている。19世紀よび20世紀に、中国哲学は、 西洋哲学の概念と統合した。侵害革命に参加した半身革命派は西洋哲学を伝統哲学にとって変わるものとみなした。54運動を学んだ者は中国の古い肯定性やその実践を完全に廃することを求めた。この時期、中国の学者は民主主義、マルクス主義、社会主義、自由主義、共和主義、それに ナショナリズムのような西洋哲学のイデオロギーを中国哲学に組み入れようとした。その最たる例は、孫文の三民主義やマルクスレーニン主義の編集である、毛沢東のマオイズムである。現代の中華人民共和国では公式のイデオロギーは東小平の社会主義市場経済である。中華人民共和国は歴史的に古代中国哲学と敵対してきたが、 後者の影響は中国文化に今も非常に深く染み込んでいる。ポスト改革開放の時代には現代中国哲学は真珠化のような形をとって再登場した。日本と同様に中国において哲学は思想のルツボとなってきた。新しい概念も受け入れるが一方でそれと古い思想を調和させようともする。中国哲学は東アジア。 さらに東南アジアの人々に強い影響を与え続けている。昭和朝初期の思想は周期性に基づいていた。この考えは昭和朝の人々が自分の身の回りのもの、つまり巡り来る昼と夜、変わり続ける季節、そして道欠けを繰り返す月といったものにそれを見出していたから生まれた。そのため中国史を通じて関係のある、この考えは 自然法則を表している。また、周期性は西洋哲学との基本的な違いである。西洋哲学では直線的な発展が支配的な味方である。小王朝の時代には運命は偉大な神々が操作しているとされた。祖先崇拝が行われ普遍的に認知されていた。人間や動物が生贄にされていた。小王朝が周王朝に滅ぼされると、 天命という新しい政治的、宗教的、哲学的概念が導入された。天命は、異性者がその地位にふさわしくなくなった時に取り上げられるものとされ、州の支配を抜け目なく、正当化した。考古学的な証拠によれば、この時期、読み書きの能力と天帝に対する信仰からの繊維の増加が、祖先崇拝とともに一般的になり、世俗的な方針が、 全面に押し出された。紀元前500年頃、修王朝が衰退して、中国が春秋時代に入った後、中国哲学の古典期が始まる。興味深いことに、この時期は最初のギリシア哲学と一致している。数軸時代を参照。これは諸子百科として知られている。この時期は中国哲学の黄金時代とみなされている。春秋時代とそれに続く。 戦国時代の多くの学派のうちで、儒家、未知や、牧家、放家の四学派が最も影響力が強かった。儒家孔子儒家は四書五教に収められた賢人たちの教えをもとに発展した。儒学は倫理的、社会的、政治学的、宗教的な体系であり、生まれてから二十一世紀に至るまで中国の歴史、文化に膨大な影響を与えてきた。 西洋人の中には儒学を定世紀中国の国境であったと考えてきた者も,もいる。その影響は朝鮮と日本にも広がった。主な儒学の概念には、ひとし、まさが、名前の改正。例えば、悪い政治をする異性者はもはや異性者ではなく、廃してもよい。ただし、こう、例といったものがある。孔子は、能動的なものと、受動的なものの二種類の黄金律を説いた。 陰陽思想は永久に互いに争い続け、永遠の矛盾と変化を導く二つの相反する力を表す。孔子の両極端を排して中間を取れという考えは、ヘーゲルの定律、反定律、総合定律という二つの最高のものを合体させて、その中間地点に着地することで反対のものを和解させる考えの中国における相似物である。 道家道教の新鮮を片切った釉薬を塗った石器。明朝、16世紀道家は、老子道徳教や創始などに代表される哲学思想の一派である。道家と道教の関係については、前者が宗教化して後者に発展したとの意見もあるが、一方、道教は道家のイメージや経典を借用しただけであり、道教と道家思想は全く別個のものであるとする意見もある。 道は、辞義的には、道を表す。しかし、道か道教において、大抵の場合道は、宇宙全体を取り巻いているが、道という以上に、言葉で表すことも感じることもできない力を表す。形事上学的な実語である。有名な中国の哲学派はすべて倫理的な生活に、関して進むべき、正しい、道を探求してきたが、道かでは、道は、 より抽象的な意味をとり、これによってこの学派が名付けられることになった。同化は非活動、矢和の強さ、自然さ、それに相対主義を商用する。同化は活発な道徳性の学派である儒学のライバルとされてきたが、このライバル関係は外面的には儒学を実践し、内面的には同化を実践するという制服で和解され、パースペクティブを与えられる。 しかしその主な標語は、統治しなければいけないなら若者を統治しろである。大抵の場合どうかが重視するのは、人の世界を良くしようという試みは、実際には世界を悪くするという否定できない、事実とされるものは何かということである。そのため自然や人間の情動に潜在的に危害を加える、干渉を最小限にして調和しようとすることがより良いことだということになる。 放家放家は、小王や藩比が研究したプラグマティックな政治哲学である。時代が変わればやり方も変わるという重要な原理と、ともに、放家は法の支配を支持しており、それゆえに法哲学の理論である。一聖者は領民を次の三つをもって統治するべきである。法、法律術、方法、戦術、技術、国政術税、妥当性、権力、カリスマ放家は、 神王朝に採用された哲学である。法家は全体主義社会を作り出したとして責められ、それによって衰退した。その主な標語は厳格な法を明文化し、罪人には厳罰を与えるである。将王と反比の二人が状況や人物に関わらない法の支配の絶対原始を普及した。ただ一人異性者は懲罰を受けることなく、権威を保っていることになる。 大臣は、その発言が進言の結果と一致した時にのみ称され、そうでない時には罰される。結果が彼らの主張するところより悪いか良いかは、関係ない。反比の理解するところによれば放火は国を、軍国主義的閉鎖経済へ導くことができるという。放火哲学は大いに発展し、儒家及び牧歌を強く批判した。このことは理史によって、真の時代に、 他の学派に対して行われた大規模な噴射工事を正当化するために利用され、漢王朝以降樹化から延々と非難されることになった。音妙化音妙化は西洋では自然主義派とも呼ばれていて、音妙思想と五行説を組み合わせた戦国時代の哲学である。数円がこの学派の思想とされている。彼の理論は自然の基本的な力を表す術語。 つまり、相方的な動作主体の影と比及び五行、金木水角で宇宙を説明しようとしたものである。かつては、この理論は縁及び、蔡といった国と最も強く結びつけて考えられた。時代が下ると、こういった認識論的な理論は哲学及び民間信仰の、うちで重要性を保った。この学派は、中国医学の枠組みに吸収されたのと同じだけ。 儒家や道教などにも吸収されていった。陰陽家に関する現存する最初期の記録は、馬王体白書や皇帝内教に見出される。ぼっかぼっかは牧師が開いた学派で、相互利益を目的とした博愛の普及に努めた。争いを避けるためには、皆が互いに対等かつ平等に愛し合わなければいけない。牧師は儒家の儀礼に強く反対し、 代わりに農業によるプラグマティックな生活、洋裁建築、行政学を重視した。伝統とは矛盾の多いもので、どの伝統を受け入れるか判断するためには、伝統の外に立つ指針が必要となる。そして倫理的な指針は、公共的な利益を最大にするような行動を奨励、促進しなければいけない。理論の動機づけとして、牧師は天使を導入した。 この概念は一見宗教的に見えるが、彼の哲学は宗教的というより、むしろ功利主義と相似している。メ家カメカは論理学、パラドックス、明治そして活動性を扱った。メ家カのケイは、創始の友好的なライバルで、快活で、ユーモアのあるやり方でどうかに対抗した。もう一人のメ家カ尊流は有名な白馬ヒウマ説を唱えた。中国人が、 奇弁術や弁償術を実践的だとみなさなかったため、この学派はあまり盛んにならなかった。農家農家は古代の農本主義的な社会、政治哲学で工作者たちによる原始共産性的ユートピアや平等主義を衝動した、この哲学が基づいているのは人間社会は農業の発展に橋を発しており、社会は人間の耕そうという成功に基づいているという、 考えである。理想的な政府は半ば神話的な、神脳の政府に基づいて設計され、民衆と共にのうちで働く情け深い王に、導かれると農家は固く信じていた。農家が理想とする王は国庫を通じて政府から、賃金を得ることはない。彼の政権は、彼が行った政治によってではなく、彼が自ら農地で働いて得た収益で賄われる。十家と違って農家は、 分業を支持せず、代わりに国の経済政策は平等主義的な自給自足に基づく必要があると主張した。農家は価格操作、つまり同種の物品は品質や需要の違いに関わらず厳密に同じ固定された価格にされることを支持した。旗間王朝短期間のみ存在した統一王朝としての旗は放課を公式哲学として噴所工事を行った。放課が 影響力を保っていたのは、漢王朝の皇帝たちが道や、後には儒家を公式教義として採用するまでだった。五二社は仏教の到来までは、中国思想の中で決定的な力となった。儒学は漢王朝の時代に特に強力であった。その最大の思想家は、当中女で、彼は儒学を当中女の学派や五行説と統合した。また、 彼は今文系学を起こした。その学派では孔子を神的な人物で中国を精神的に支配しており、予知能力があって世界の普遍的平和に向けての革命を開始すると考えた。対照的に古文系学ではずっと信頼できる古い時代で書かれた孔子の著作を使うことを指示した。とりわけ、彼らは孔子を神のような人物とする奥説を論爆し、 彼を偉大な賢人ではあるが単なる死すべき人間に過ぎないと考えた。陸長時代3世紀から4世紀にかけて振動家とも言われる弦学の交流が見られた。この流れの最も重要な哲学者は王筆向井周、各像らである。この学派の取り組んだ主な問題として存在は非存在に先立つかというものがある。 こういった竹林の七軒のような道化哲学者の特徴的な形質は風流、つまり自然や本能的な衝動に身を任せるある種のロマンチックな精神である。仏教は紀元後一世紀に中国に到来していたが南北朝時代、つい、唐の頃になって初めて大きな影響力と認知を有するようになった。最初、仏教は銅化の教派の一つだと考えられ、 どうかの子ソロ紙について、インドへ行って、自分の哲学を仏陀に伝えたという説も存在した。大乗仏教は中国において、ライバルの小乗仏教よりもずっと成功した。どちらの仏教も中国土着の教団と共にご世紀に交流した。二人の重要な創哲学者として、そうはじめと道をがいる。しかしおそらく最も重要で独自の教派は、全州で、日本に対しても、 大きな影響を与えた。中東に仏教は最盛期を迎え、伝えられるところによれば4600の寺院、4万の正代、乱和家があり、26万500人の僧、二僧がいたという。仏教の僧上の権威と修道院の財力は、仏教を外国の宗教とみなす呪者たちから批判を受けるほどであった。845年に武僧が、 解消の廃物と呼ばれる廃物例を出し、財産は没収されて、そう二僧は減存させられた。この語仏教は影響力を大きく減じることになった。減学減学は儒花と道家の要素を融合させた学派で、液教、道徳教、宗師の再解釈を行った。この流れの最も重要な哲学者は、王筆、向井修、各蔵羅である。この学派の取り組んだ、 主な問題として、存在は、非存在に先立つかというものがある。こういった竹林の七軒のような道家哲学者の特徴的な形質は、風流、つまり、自然や本能的な衝動に身を任せるある種のロマンチックな精神である。前、釈迦文仏画家、超マサルオンによる、1173年から1176年、南宋仏教は宗教であり、 実践哲学であり、そしておそらく心理学でもあり、紀元前6世紀中頃から、紀元前5世紀前半のインドは大陸を生きたガウタマブッダの教えを重視する。一般的な意味で使われる際、仏陀は解して心理の本性を発見した人物とされる。仏教はインドに生まれたが、仏教が最も継続的に影響を与えたのは中国である。 中国の伝統的な思想は、刑事上学よりも、むしろ倫理学に重点を置いていたので、仏教は起源であるインドの学派と区別されるいくつかの学派を発達させた。その哲学的な価値のある著名な最たる例霊が三、論集、天台集、下言集、全集である。これらの学派は、工事意識、真理の段階、真理は、究極的には、うろなのかどうか、そして悟りは、 どのようになされるかといった問題を探求した。仏教は真珠学のはっきりした形での瞑想の衝動とともに真珠学の活動を補う霊的な側面を持っている。仏陀は何が正しく何が悪いかを人々に示した。その教えは今日にも生きている。真珠学は古代の講師の教えに新たな生命を与えたもので、仏教、道教、 高価の特徴を合わせ持って壮大に現れた。昭陽、周遁尼、超じめのような初期の哲学者は宇宙論者であり、液境を研究した。抵抗と歩道都とがいの歩道兄弟は二つの、主な真珠学の学派、先の理学と後の神学の始祖とされる。理学は主期が練り上げた、哲学体系と共に壮大に覇権をとった。主期の学派、朱子学は、主流派となって現代には、 皇帝の実施する試験で使われるなど政府によって公式に採用された。進学は主期の主なライバル陸給付地によって発展させられたがすぐに忘れ去られた。進学は秋夜にのみ王陽明によって復活させられた。王陽明の影響力は主期に被験する。王陽明の始めた陽明学は特に日本で重要である。信頼には 多くの哲学者が真珠学に反発し、関内の儒学への回帰が見られた。古文計学と新聞計学との論争の再来も現れた。この時代には西洋文化も浸透し始めた。真珠学既存儒学が道教や仏教に対して人気を失っていたのに反して、真珠学はそれらの思想をより形事上学的な枠組みのもとに統合した。真珠学の概念には、理、気、 大局心がある。産業革命から近代にかけて、中国哲学も近代化の工程として、西洋哲学の概念を吸収し始めた。1911年の侵害革命の頃までに、54、運動のように中国の古い皇帝制度や実践を廃しようという要求が多くあった。民主制、共和主義、そして産業主義を、 中国哲学と統合しようという試みが、特に20世紀初めの孫文によってなされてきた。さらに毛沢東が、マルクス主義、スターリン主義、そしてその他の共産主義思想を加えた。中国共産党が権力を握ると、既存の学派は、とりわけ放課を除けば、後新的だと非難され、後に文化大革命の頃には粛清もされた。 しかしながらそれらが中国思想に与えた影響は今も残っている。現代の中華人民共和国政府は一種の社会主義史上経済を促進しようとしている。文化大革命の過激な運動以降、中国政府は伝統的な信仰の鋭意により寛容になってきた。中華人民共和国の78年憲法は多くの制限を課しながらも信教の自由を認めている。 精神的、哲学的な慣例は中国共産党に脅威とみなされない限りで構築、再構築を許されてきた。残りの影響は中国文化に未だ深く染み込んでいる。日本と同様に中国でも哲学が思想のルツボとなってきた。新しい概念も受け入れるが一方でそれと古い思想を調和させようともする。そう、明ら理学も真珠教と呼ぶことがあるが、 近代の真珠化とは区別される。真珠化は、儒教の知的運動で20世紀初期に、中華民国で始まり、ポスト猛卓東時代の中華人民共和国で、復興した。十化道化牧家法化仏教国の学派は、随分異なるが、それにもかかわらず同じ語彙と関心を共有している。中国哲学に広く見出される術後、中国哲学の共通性の中には次のようなものがある。 中国哲学は、喫茶文化の発展に影響を与えた。茶芸の構成要素には、自然と、自己収容との調和、形式ばった、お膳立てに白形式ばらない、お膳立てに白茶を楽しむことが含まれる。茶は飲み物以上のものであり、調和の育成、自然との調和の促進、心の鍛錬、心の沈静、そして純粋な悟りの獲得として理解され、実践されるとき、 チャゲーは、茶道となる。孔子や老子のことを、中国の哲学者、中国哲学と呼ぶことは、マテオリッチや、トリゴー、クプレ、ノエル、ライプニッツ、ボルフラ、17世紀前後の中国学の頃から行われている。分野としての中国哲学、あるいは中国哲学史を除述する営みは、明治期の日本で始まった。その主な担い手として、 西洋哲学の紹介者でもある、井上哲次郎や、江戸漢学の末裔でもある島田重礼をはじめ、中村正直、内田修平、井上遠良、松本文三郎、加野直樹、有賀長尾、山路愛山、服部宇野吉、高瀬武次郎、小柳志北、田岡霊雲、蟹江吉丸、津那島栄一郎、遠藤隆吉、宇野哲と、中内義一、久保天随らが挙げられる。 彼らにより、中国哲学の枠組みが作られ、特に、孔子、宗明ら理学、特自主義、性善説、諸子百科の論理学派、牧師、順次、反彦、老僧思想等が研究された。とりわけ明治30年代の東京を中心地として、西洋哲学との比較研究が流行した。なお明治期には、 元田長寿や西村茂木による終身教育の受教主義や三宅節令や井上哲次郎による陽明学ブームも同時に進行していた。中国では、新末の母術政変後に日本に滞在した両慶長、昌平林、劉氏、土川王国いらが日本の影響を受けつつ、中国哲学を論じた後、民発の1920年代前後、古敵、 ひともらん、再現媒、両僧倉、超大年、千圧氏らが中国哲学史を叙述した。彼らにより、上記のキラリ学や書子百科のほか、新書の高僧儀や香り学派、新朝高渉学者の大臣が再評価された。一方で、中国に哲学はない。哲学は西洋特有の学問である。 中国思想はあっても中国哲学はないとする立場も古くからある。この立場を取った人物として、風格都市、晩年の古敵、西村茂木、津田総吉、ヘーゲル、デリダ、フランソワ・ジュリアンらがいる。ありがとうございます。